はい。えー、売上げの公式ですけども、集客、教育、販売。この三つの公式、要素をね、掛け合わせたもの。これ間違いないんですけども、別の見方をするとですね、こういうのもあります。商品力かける媒体力。つまり集客力ですよね。そして、えー、販売力ですね。セールスの力。この三つの力が掛け合わさって売上げができているっていうことですよね。で、えっ、ー、と、二つ目の 媒体力つまり集客の力ってのが多くの方が挫折するところなんですよで例えば YouTube なんですけども今私は YouTube の動画を上げればねまあ大体100再生ぐらいされるんじゃないかなと思いますチャンネル登録1万人以上いて100再生なんで少ないっちえば少ないんですけどもでもね100人ぐらいの人が常に見てくれるっていうその集客力は安定してるんですよ、ね、まずはこの集客力、うん 100人ぐらいいのの方が私の動画を常に見ててくれるっていう状態ね中には数万とか数十万人見てくださる動画もありますけどもでも基本的には私は100人だと思ってますでもねチャンネル登録が1万人いるから私の売り上げがあるわけでもないし再生数がが100ああるるから私の売り上げわけじゃないんですよ実は私もですね再生数が1とか2の時代は当然ありました何なら0の時代もありましたでもそこで再生数が10とか20 いや10以下であってもね商品をそこに紹介することをやめなかったんですよで少ない再生数と少ないチャンネル登録チャンネル登録が5人とか10人の時代に売り上げを作れたからそのビジネスが続いてじゃあ再生数が2030になりました売り上げがあそのぐらい上がったんで今度はチャンネル登録も50人100人になりましたっていう段階に入っていくみたいなことができたんですよね。 で、再生数とチャンネル登録者数が増えていったフェーズでも、さらに商品を出していった。また増えたけど、まだ出していった。常に私は、YouTube イコール、売り上げ、いくらかのお金をください。というメッセージを込めた動画を出してるわけなんですよ。で、それを繰り返し繰り返しやっていって、もちろん、毎回がセールスの動画ではないですよ。セールスの動画ってのは、いわゆる販売力に当たりますけども、その前に媒体力、集客力を身につけるために、何の売り上げも要求しないような、 で聞いてる人見てる人にメリットしか,ないしかない動画をバン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 上げていって媒体を強化していったわけなんですよで媒体が強くなった時にたまーにセールス動画販売力を生かしたプロモーション動画とかプロダクトロンチを使ったこともありますしロケに行ったこともありますし対談もありますさまざまな形で自分のセールスできる種類を増やしていった結果1万2万のものが売れた5万10万の売れた30万50万の売れた100万円のが売れたっていうふうにだん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 上ってきて今日に至るんですよね で最初の3年間で大きな売り上げを作りました私はでもこれは必ずしも YouTube からの売り上げだけに即可塾のコンテンツ販売だけに頼っていたわけではなくて私はアフィリエイトのプレイヤーとしてめちゃくちゃやってましたからねから当時はだから月収100万とか200万ってのは当たり前に上げてましたこれ18ヶ月連続で月収200万を超えたことがないっていうねでアフィリエイトランキングでもトップ5に常に入っていたみたいな そんな時が十八ヶ月あったから、できたんですよ。でも現実は、月収二百万三百万、いらないでしょアフィリエーターランキング、トップ点入りしなくても、大丈夫でしょ私の感覚だと、月に五万十万稼げれば、とりあえずはね、次の世界が見えるんですよ。逆に言うと、月に五万十万の。売上が安定しない人は、もうすごいたくさんいて、そこから抜け出せずに。挫折のエネルギーの方が、打ち勝っちゃうんですよね。 でもすごいことなんですよ。月に1万2万の収入プラスオンっていうのはすごいこと。なぜなら、サラリーマン暮らしをしていて、月に1万2万のプラスって、ほぼできないんですよ。もう今みたいな時代になったら、ね。今朝のライブ放送でも、YouTube ライブでも、各業界の平均年収やりましたけども、おおむね400万とかなんですよ。中には300万という平均年収の仕事もある。ほとんどの仕事がですよ。で、医師、弁護士っていうのが、やっとですね、100万いくかどうかっていう世界なんですよ。 でそう考えたときに、私たちは医師でも弁護士でも政治家でもないんでね、もうかなり苦しい民間の給料ってことを考えたときに、会社に所属しているだけでは、とてもじゃないけども、間接費がかなりかかってですね、給料に反映されるまでにかなり摩耗してしまうんですよ。だからダイレクト課金、お金を払ってくださる消費者さんから、自分の販売者の間に何も置かないインターネットビジネス、ダイレクトレス,モス,レスポンスマーケティングが有効なんだよってことなんですよ。 この DRM ダイレクトレスポンスマーケティングねちょっとね言い慣れてないんですけどもこの形っていうのを私が知ったのは10年前ですでも10年前から使ってますで使う制度は最初低かったんですけども今は高い制度でこれが使えるんで売り上げが欲しい時には商品を作って提案する、まあ、この素地が普段の放送でできてるわけですよ、まあ、言うなれば私の売り上げにつながらない毎回100再生っていうのはいつか商品を紹介する時のそのまま潜在力になってるわけですよね まあですので私は思いますけどもその媒体力これが非常に重要でここで多くの人が挫折するよってことですでも挫折する必要がないのに準備をしてないもう一個の要素がありますそれが商品なんですよね媒体力を急に手にしても誰かに紹介してあげるよコラボしてあげるよって言っても商品が用意できてなければ億万長者合宿みたいにねただ時間が過ぎちゃうだけなんですよだから今日の時点で商品無料とか低価格のもの 5万、万万万ぐぐらららいいのののの、のの、のまままああ金額額もも高なかこ種類は用意ししておきましょう。商品がない人にそもそも商売はできませんのでね商品ぐらいは作っておきましょうってことですよね商品の作り方非常に簡単ですからねなんて原資が情報ですから無料で作れるわけですよ作り方が分かんない方はぜひ億万長で合宿にご参加くださいあもう合宿ないんだ残念じゃあ速果塾かドリアカにご参加くださいいってらっしゃい